やあ、ハムスターたち。FTX の台頭と崩壊の全ストーリーを知りたくない？イーサリアムとそのエコシステムの創造の話？それとも、世界で2番目に大きな暗号取引所、コインベースがどのように誕生したのか理解したい？詳細や注目ポイントも一緒に？残念だけど、30秒の TikTok 動画で伝えることはできないよ。これらが、X を眺めるだけでは見つからない情報を教えてくれる暗号通貨に関するマストな旧札だ。1兆円を盗んだ男、仮想通貨帝国 FTX の崩壊、著者マイケル・ルイス。暗号通貨世界でいい意味でもあまり良くない意味でも有名な人物が登場する。サム・バンクマン・フリード、略して SBF。 2022年4月、 SBF 王国のジャーナリスティックキーを所有していたマイケル・ルイスは SBF にあったんだ。ルイスは当時暗号通貨界の異端児であり、世界最年少の億万長者として知られる存在だったんだ。 SBF に詳しい人なら、数学の天才で多くの人に愛される暗号界の長人が20代で数百億ドルを稼ぎ、それを一度の週末で失った出来事を通じて、従業員や投資家に壊滅的な打撃を与え、業界を根本から揺るがすことになった経緯に興味を抱くかもしれない。さらに面白いのは、この本の著者が SBF の考え方を深く理解するために、バハマのジャングルの小屋で今は亡き FTX を運営していた場所など、そのカオスな帝国について8ヶ月間も学んだ点だ。しかし、彼の成功と失敗には高頻度取引、破産、そして現在の司法制度に関するインサイトを提供する説得力の高い物語がある。さらに著者マイケルはマネーショート、華麗なる大逆転の作者でもあったから、彼にとっても初めての経験ではなかった。ナンバーゴーアップ、暗号通貨の激しい上昇と驚異的な下落の中身、ゼケ4。次の著者も注目すべき人物だ。ゼケ4はブルームバーグニュースとブルームバーグビジネスウィークのレポーターであり、ニューアメリカのナショナルフェローでもある。彼はジェラルド・ロブ・アウォードやアメリカン・バー・アソシエーションのシルバー・グラベル賞などを受賞している。とにかく、これはすごくいい本だ。なぜなら、バハマの SBF の豪華リゾート。そう、またこの男。いや、彼の財産を使って世界を救う宣言など、調査報道を行う記者の視点で、その成功と衰退を描いているから。To save the world, search for world, click on an image, and save the world. 彼はまた、元子役で暗号通貨の権威となった人物のヨットで時間を過ごし、2万ドルのアニメモンキーの画像を購入することで、スヌープドッグが主役を務めるエリートパーティー、エイプフェストのアクセスを得た。4は、ビットコインを法定通貨としたことで知られるエルサルバドルが、ビットコインに国庫をかけた方法を掘り下げる。カンボジア旅行中に、彼は暗号通貨に支えられた人身売買組織を暴き出すんだ。驚くべき転落？読者は、暗号通貨の王者だった SBF が差し迫る逮捕に直面する中で、彼のペントハウスの内部を見ることになる。結局、僕たちは意外な展開のある本が大好きだよね。クリプトピアン、理想主義、欲望、嘘、仮想通貨の最初の熱狂、ローラ新著。この本が好きな理由は、イーサリアム創造の過程を読者に紹介し、ユーザーが独自コインを発行できるようになり、世界的な仮想通貨ブームを巻き起こしたことを書いている。物語には、大胆なアイデアを変革的な技術に変え、金融の風景を刷新したビタリック・ブテリンのような重要人物の緊張と勝利が含まれている。Yes, I am Satoshi Nakamoto. また、ビジネス界の大物に加えて、開発者がどうやって暗号通貨の分野を支配するようになったのかを描いた点も注目できる。さらに、ブロックチェーン界での評判と倫理の激しい物語は、ハムスターがお気に入りのごちそうを追いかけるのと同じくらいスリリングだ。執筆者は元フォーブスの上級編集者であり、現在のアンチェインドの創設者だよ。次の読書リストに進もう。カミラ・ルッソ、無限マシーン。この本は、イーサリアムの物語とその成長に伴う狂乱を取り上げたもので、元ブルームバーグの記者であり、現在はザ・ディファイアントの創設者である著者によって書かれている。この本では、規制の精査、ウォール街からの関心、
チームが第二の資産クラスを拡張可能にしようとした努力、さらに DAO の盛衰や NFT ブームの背景についても考察している。 Peter, what are you doing? I screenshot a couple of NFTs. ビットコイン、ビリオネアズ、天才、裏切り、償いの真実の物語、著者ベン・メズリック。この本はソーシャルネットワークを楽しんだ人にもおすすめだ。実際一部の登場人物は同じだとも言われている。メズリックは双子のタイラーとキャメロン・ウィンクルボスが SNS サイトのアイデアを奪われたとされる出来事に飛び込み、双子がザッカーバーグを訴えた法廷闘争と、それが結果的に驚異の6400万ドルの和解につながった経緯を探っていく。この章は絶妙なタイミングで書かれていて、 Facebook の章に続いてビットコインの台頭が書かれている。そして本のタイトルからも察することができるように、ビットコインの価値が上がるにつれ最初のビットコイン億万長者が誕生したんだ。デジタルゴールド、ビットコイン、その知られざる物語、著者ナサニエル・ポッパー。この本は僕らの知るビットコインの歴史を掘り下げるのに最適で、それを実現した多くの魅力的な人物も探っている。この物語はニューヨークタイムズテクノロジー&ビジネスの記者によって語られ、サトシ・ナカモトとハルフィニ、ビットコインの起源のストーリー、ビットコインの内部構造および GPU を使ったマイニングをはじめとされるラズロ破熱に関する詳細が強調されている。デジタルゴールドにはさらに16ページの白黒写真も含まれる楽しいサプライズも。暗号の王たち、シリコンバレーからウォールストリートに暗号通貨を持ち出したとあるスタートアップ、ジェフ・ロバーツ著。仮想通貨の世界の際立ったもう一つの物語は、取引量で世界第2位の仮想通貨取引所コインベースの台頭だ。創設者のブライアン・アームストロングは、コインベース、ビットコインの始め方が一番簡単というスローガンでこのプラットフォームを立ち上げたと言われている。2018年当時、ビットコインの価格は2万ドル、すなわち1ポンドの金と同じ価格に相当していた。そしてもちろん、価格はそこからさらに上昇したよ。You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. しかし、この本はビットコインが新しい世界秩序の主役になると信じた人々と、それをバブルとみなした他の全ての人々について述べている。そして、後者が真実であり、バブルが弾けたにもかかわらず、ビットコインは生き残ったんだ。暗号機密、詐欺の最前線、内部者の記録、ジェイク・ドノヒュー著。この本はその衝撃的な内容と同じくらい魅力的だと言われている。暗号通貨の複雑な世界にスポットを当てるだけでなく、業界内の良くない側面、つまり貪欲、腐敗、まだ業界を学んでいる新米投資家たちの苦悩、さらに市場を操作して大金を稼ぐ実際の方法を明らかにしている。この本は今年発売される新刊で、元暗号通貨業界の幹部によって匿名で書かれているよ。最後を飾るのは、自らを読み、書く、インターネットの次の世代を作る、クリス・ディクソン著。AI の共同創設者であるサム・アルトマンは、この本をインターネットが進むべき方向と実現方法を説得力のあるビジョンで示していると評価した。この本では、25年間のソフトウェアキャリアを持つ技術の先駆者とされるディクソンが、ブロックチェーンによってオープンネットワークの夢が生き続ける方法を強調している。このタイトルは、インターネットの Web3 の導入によって、現実世界が迎えている3つの時代、読む、読む書く、そして読む書く所有するという理由に由来している。次の行き先が気になる方へ、これらはリストの中でより深く掘り下げる価値があるかもしれない本だ。楽しい読書タイムを。ご視聴ありがとう。チャンネル登録もお忘れなく。ハムスターはパワーだ。一人はみんなのために、みんなは一人のために。じゃあね。